はい、それでは伊沢さん、はい、ちょっとホール進んで11番、はい、久しぶりの、はい、ウェッジでのフルショットの、はい、いよいよ伊沢さんもフルショットやってみたいウェッジが出てきたと、はい、ということでちょっとフルショットでのね、はい、テスト、ちょっとこれシチュエーションだけ簡単に伊沢さん説明していただいてよろしいでしょうか。そうですね、ちょっとごめんなさい、計測器忘れちゃったんでこれで打たないと、はい、今日はあれなんですけど、大体100ヤード前後、ピンまで100ぐらいだと思いますね。エッジまでが、うん、ピンエッジだとどうですかね、92とかぐらいですかね、うん、それぐらいですかね、はい、でも手前と左は全部池で、で風は結構強いアゲンストで、アゲンスト、はいはい、ちょっと60度打つような環境じゃないんですけど、まあ、ちょっとその中でも、その中でまあちょっとどうやるかっていうのをいろいろ試すにはいい、わかります、はい、あれかなと思うので、はい、いろんなショット、はい、打っていきたいと思います。わかりました、はい、お願いします。じゃあちょっとじゃあ軽めのドローで、ちょっと軽くドローをかけて、距離は届いてますね。そうですね、ドローだとかろうじていく感じですか。はい、うん、今のでキャリーが103なんで多分100、はい、ちょっとやっぱ100ぐらいですね。そうですね、はい、スピンが11000、1万1000ぐらいと普通ぐらいです。ていうか今さらっと言いましたけど、とんでもないですねやっぱり多い方なんですか。多いと思います。まあドローにしては、須田さんに聞いてみました、どうでしょう。そうですね、ドローにしては1万1000だったら多いですよね、はい、入ってると思います。しっかり入ってるよ、これもちょっと着弾見えなかったけど、1万、同じく1000ですね。同じく1万1000、107。まあなかなかこれ動画じゃ伝わりづらい。これ出るんですかね、はい、多分ね、弾道のトレース、弾道トレース出ると思います。あ、本当ですか、はい、今見てる、はい、多分この皆さんはそれなりに球が曲がってるんで、うん、あ、だいぶ捕まる感じなのかなと思いしてると思うんですけど、しっかりだから戻ってきてますよねと思うんですけど、はい、自分の中でやっぱちょっとこのもっと捕まえられるかなっていうか、うんうんうん、この感じだともうちょっと曲がってるかなっていうのがあるんで、うんうんうん、やっぱりそのフラット要素が少しある分、うん、ここでもそれがそうですよね、うんうん、まあでもあれ見てたらなんか曲がってないっては思わないですよね、多分ね十分お前曲がってんだろっていうあれだと思うんですけど、ちょっと低めのドロー、はい、高さを抑えて、あ、これは距離はぴったりですけど、イメージとしては、あ、まず、まあ、ちょっとやっぱり戻りが、はい、うん、っていうのはありますけ ど、うん、なるほど、まあ、このシチュエーションにしては最高ですよね、はい、これ捕まえても、うん、あんまり自分に思ったらいかないんで左の池に入らない戻りすぎない安心感はあります、はい、いやでもやっぱりフルショットの方がいろんなことがやっぱ自分のイメージ通りに、うん、まあ、ちょっとやっぱ捕まらないっていうのはまあありますけども、はい、とはいえ全然僕の中では、うん、合格ラインには、うん、はい、なるほど、いるので、うん、もう一回じゃあちょっとドローいきますね、はい、高めのドローこれ届くのかな、これまあちょっと結果は置いといて、はい、はい、感触を、高いやつ全然太陽に入っちゃってごめんなさい、見えなかったです。いや、めっちゃいいんじゃないですか、これ距離も、はい、キャリー120、あ、すいませんちょっとアゲンストを考えて打ちすぎた、はい、球上げてるのに飛んじゃうという、うん、もう多分今日朝からずっと見てくださってるんで、もう須田さん的にはあ、ここをこうしたらいいんだろうなとか、そういうこうなんていうか改善点というか、それを
こう押し量りながら見ていただいてると思うんですけれども、はい、まあ、でも納得もそんな感じですよね。もういや どれをっていうよりは多分、はい、いくつか入り口が多分あるというか、そのなんかこう全部思ったとこ触ってしまうと、うん、それを変えたがためにどうかっていうのが分かんないので、うん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 、多分ちょっと自分で気になるところを一回やってそれで変わってっていうので少しずつやっていかないと自分自身がこう何作ってるか分かんなくなっちゃうのかなっていう怖さがちょっとある、うん、なるほど、はい、入り口がいくつかある分、はい、そうですね、はい、でもやっぱフルショットは結構大丈夫な感じがありますね、うんうんうん、はい、やっぱりアプローチの方が、まあ、距離がね、はい、うん、短い方が繊細になりますよね。であとは、まあ、先ほども少しお話しさせてもらったんですけど、うん、はい、このフルショットでいろいろできる感じをその距離が短くなっても、うん、同じような感じで扱えるようなものができたらいいかなっていう、うんうん、はい、なるほど。じゃあ今入り口を一個ずつ須田さんの頭の中でチェックしてるわけですね。悩みながらどこ行こうかなっていう。ちょっと低めのストレート気味、はい、うん、ちょっと上がっちゃいましたこれ、うん、ごめんなさい。よいしょ。マックス1万1000、うん、キャリー94、94、うん、ちょうどだからエッジぐらいじゃないですかね、落ちたのが。ちょっとじゃあもう一回低めの、はい、ちょっとじゃあ60度のスティンガーチックな感じで、はい、スティンガーのちょっとスピン多め、はい、これ見たら1500、キャリー98、キャリー98、はい、スピンはまあ確かにちょっと多め、1500、はい、うん、であとはちょっとフルショットでやりたいのは、うん、はい、マックス飛ばした時にどんくらいいくかって感じのやつやりたいんで、はい、まあ、ちょっとあそこのピン打つ動向はちょっと置いといて、うん、こっちの数値で、うん、なるほど、はい、どれぐらいいくかっていうのを一番多くいきます。ちょっと方向もあんま考えずに行きます、ね、うん、取れてるんで大丈夫です。これで何ヤードぐらい行ってるかをちょっと知りたいです。124キャリー。これはスピンを抑えたやつ。いや、抑えたっていうか、まあ、飛ばし行った時に何ヤード飛ぶかってことですね、うん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 、あ、スピン1万であの距離行ってるんだ。なるほど、122ぐらい、うん、もうちょっと行ってもいいかなって感じはしますね。うん、まあ十分ですけどね。じゃあもうちょいあれでスピンちょっと抑えたかな。これはいった。135、135、11000、はい、そうですね、これぐらいいってくれたら、うんうんうん、いいなっていうのあります、うん、これ伊沢さん、このシチュエーションでフェードってありなんですか。相当難しいですけどね、うん、まあ、あのピンどうこうっていうのはあんま考えなければ、はい、はい、いわゆる、まあ、あくまでもテストという、はい、うん、行きましょうか。でちょっと見せてもらっていいですか。ちょっとつま先上がりになるんでね、あれかもしれないですけど。うわ、低いフェードできた。すみません、ちょっと飛ばし要素が入っちゃいました、ね、さっきのノリで。残ってた。、はい、スライスで飛ばしにいっちゃいましたね今。キャリーが109、8900、もう一回行きますね、はい、
96。1万1000。これちょっと、あと編集でトレース見たとき面白いな。まあまあ。結構こう、まあ、右サイドのピンとかだと逆に今みたいにこう、はい、スピンで寄せていくとか、うん、右に池があった場合とかは意外と使えるかなっていう感じですね。これなかなかドローが戻ってこないよっていう話がありましたけども、それはスライス回転でも同様ですか、この戻し具合というのは。いや、スライスは今は結構頑張った方だと思います、うん、結構しっかり戻ってきて、はい、で若干つま先上がりな感じになるんで、うん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 、そういうことを加味すると十分戻ってきてるかなと、はい、うん、であとはちょっとやりたいのは、はい、さっき飛ばしたやつと、うん、フルショットで飛ばさないやつをやりたいんですよ、はい、どれぐらいですか。いや、まあ、分かんないですけど、これはウェッジによって違うんであれなんですけど、うんうん、僕が打ちたいのは、うん、その辺ですですよね。ちょっとじゃあカメラさん、そのつもりで、はい、大丈夫ですか、はい、ああちょっと飛ぶかな今ので。キャリーが53、うん、多分飯沢さんのイメージとしてはもう30ヤードぐらいでか、もしくは、はい、その辺とかでもいいぐらいです、うん、まあ、これぐらいでは痛いですね、うん、はい、今キャリーが29。そうですね、30度ぐらい、うん、なるほど。本当もうこれあれですよね、何の意味があるんだっていうこの2つをちょっと知りたいんですよね、うん、あの飛ばした感じと飛ばさない感じっていうの。そうすると多分今これ100ヤードの、はい、まあ、ちょっとアゲンストが吹いたり吹かなかったりですけど、はい、飛ばし要素でいった時に多分100ぐらいだと、はい、もう5、60ヤード打つ感じで100ヤード飛ばせるなとか、うん、クラブによって違うんですけど、要はだから30ヤードから130ヤードまでがこのクラブだとコントロールできるよっていうことを今ので。フルスイングでですね、しかも、はい、そういうことですね、はい、でまあもうちょっとライが変わると、うん、これがもうちょっと飛ばなくなったりとか、うん、打っていくとするのかな、まあ、どんどんこうやって減らす方向も感覚出てくるんで、うんうんうん、なるほど、はい、フルスイングやった時にどれぐらいの距離の幅がこれが持てるか。そうですね、今ので19なんで、はい、110持てますねこれで20と130そうですね、うん、なのでまあこれがまあもっともっとできてくると思うんですけど、うん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 、この一見何やってるか分かんない、うん、テストが、はい、結構僕の中では大事、結構大事なんですよね、うん、はい、そうすると多分100ヤードのアゲンストっていうと結構こう、うん、大変だと思うんですけど、はい、今のでだいたい50ヤードぐらい打つイメージで、いくかなとか、ああちょっと風邪やんじゃったんでね、あれですけど、うん、そんなこう振ってる感じが、うん、さっきみたいにないですけど、うん、こうやって飛ばせたりと か、うん、だからフルショットの、まあ、ウェッジの場合のテストは結構僕はこんな感じからやってって、うんうんうん、ロジャーでかいの感じで100ヤード飛ぶなとか、うん、であとはここに入ってからこういうふうにちょっとこうスピンで抑えた感じのショットとか、うんうん、はい、今だいぶスピンで今9300ですね、はい、97、キャリー97だからちょっとゆっくりめに振るとかっていうのをこうやっていくんで、うんうんうん、そうすると一気に2000ぐらい落ちましたもんね、スピンが。まあそうですね、はい、というか、まあ、あとは、まあ、スピン量でいうとここから入れるやつと、うん、少ないやつとかってやっていくんですけど、はい、まあ、それがどの程度こう自分のマックスでいったときに、うん、まあ、あの実際の球と、はい、まあ、数値ももちろんそうなんですけど、うん、どちらかというと実際出てる、うん、
感じの感覚を作っていくっていうのをやっていくので、はい、意外とフルショットはフルショットでやることがあるというか、必要ですよねこれは、うん、ちょっと特殊ですよね、多分あんまりそういう感じで作っていく人っていうのはいないんで、じゃあどう、そろそろじゃあちょっと程よく、はい、変えましょうか、うん、はい、ボール回収した方が多分着弾のあれが見えやすいと思うので、はいはい、ちょっとそこだけ、はい、じゃあちょっと私がボール回収してる間、はい、せっかくこの3人揃っているので、はい、ウェッジ談義を、はい、繋いでおいてください、はい、私行ってまいりますどう、みりんが多すぎたから砂糖多めにする、いや分かんねえ本当今のこのどうやって打ってるんですか、フルショットでその20ヤード30ヤードはあの結構簡単で、まあ、さっきちょっとこう閉じてからこう開くって話です、うんうん、それを思いっきり使ってる感じなんですよ、はい、そうすることによってちょっとこうロフトをつけて、うんうん、はい、でその下をくぐらすのにスピードがあるんで、ロフトついて下くぐらせるみたいな感じなんですけど、こうやる、あ、そうですね、でそれがないと逆に前に飛んじゃうんです、うんうん、スピードが、はい、からこうなければないほど、こうやって、はい、もうマックスは多分この辺まで、うん、いけるかなと、あんまない、見ないですよね、見ないっす、こう開かずだからこうクラブを使うこの何ですか、ベクトルをちょっとこう、うん、変えるというか、うん、でもやっぱり抜けるっすね、今ので一発目でこうだったんで、うん、はい、なんかそうやるとこうそのクラブのこう性質的なところがちょっとなんか僕の中では感じれるというか、はい、はいはい、だから多分こっちの方が飛ばすのが普通だと難しいからちょっとテクニック使わないといけないかなっていう、抜けちゃう分、そうですね、でもこのフルショットだったら多分いける気がします、うん、でもフルショットも込みでやっぱ考えたりはするんですか、やっぱり、うん、もちろんだってウェッジですか、まあそうですよね、じゃあこうプロとかのやつをやってる時もやっぱそこもチェックしてっていう、うん、はい、でも基本はなんかこうノーマルのスイングした時にどうかって感じですよ ね、 そうですね、皆さんこんにちは、伊沢秀則です。いつもアンダーパーゴルフクラブをご視聴いただきありがとうございます、今回ですね、以前からお話ししていた、僕の初のレッスン書籍、The Approach Palette がですね、発売されることになりました、全国の書店、Amazon などのネットなどでも、購入できますので、ぜひお買い求めいただき、一緒にですね、自己構築を、していっていけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。アンダーパーゴルフクラブ、このチャンネルではですね、僕の得意としている、ウェッジを中心とした、内容になっております、チャンネル登録と、高評価よろしくお願いいたします。